ウズのエリフは激怒する。ウィリアム・ブレイクがエリフは、旧約聖書に登場する人物。ヘブライ語で、ヤファウェは、神という意味。旧約聖書には、同盟の人物が4人登場する。歴代史上12章21節に記載。ダビデがサウルと戦う際に、彼の陣営に参加した、マナセ族の仙人隊長の一人。同二26章7節に記載。ガド族の勇士。 オベドエドムの孫で、長男、セマヤの息子。同書27章18節に記載。ダビデの兄弟の一人、ユダ族の指導者。ヨブ木32章から37章にかけて登場。ヨブを論難する人物。本校では彼について記述する。ブズ出身で、ラム族のバラクエルの息子。32章で初めて名前が登場する。 ヨ部を批判していた他の三人が年長であるのに比べ、自分は若者であるため話しかけるのを控えていたと述べる。彼がヨ部に対して行った批判の内容については、ヨブ記エリフの主張を参照。42章7節以下に書かれたヨ部の友人たちに対する神の判定において、彼だけがそこに含まれていない。 内容的に呼ぶが三人の友の論難への反論を語り尽くす三十一章と、それに応える神が出現する三十八章が直接繋がるものであることから、関根正夫は、エリフの弁論の部分が、広大の過失とみなすべきとしている。旧約聖書呼ぶ記、関根正夫訳、岩波書房、岩波文庫、1971年、204ページ、ありがとうございます。